早めです。今日は久々に秋田市の中華盛りに来ました。この後ね、久々に行ってみようと思います。はい、来ました。こちらの方、秋田のね、ご当地野菜の福立を使った炒め物、福立と、カニ肉ですね、この炒め物になっております。焼きの甘さとカニ肉の甘みがうまくマッチします。ね、中華の炒め物に僕たち合いますね。大体おひたしで食べること多いですけどね。パクチーを合わせるとまた味わいが全然変わりますね。この後もいただいてきます。はい、美味しくいただいてまいりました。美味しかったですね、相変わらず。朝刈さんというと肉料理系がパワーのある味付けなんですけどもね、カニとフクタチ結構繊細でね、美味しかったですね。残ったね、汁だとかもご飯にかけて食べたんですけどもね、いや本当に、ね、上品なこの海鮮丼みたいな、そんなような感じになってね、美味しかったです。また来たいと思います。久々でしたけどね、美味しかったです。坂里さん、これからも頑張ってください。以上、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。